こんにちは、日向陽一です。それでは今回もまた聖書を教える、幸せな夫婦ということでお話をしていきたいと思います。ヤコブとエサウの、話からというか、ヤコブという人の姿、創世記の中に出てくる人ですけどから、夫の在り方、夫のリーダーシップについて、前回も考えましたけど、今回もその続きです。エサウという、兄が敵意を持っていた兄と和解をして、それから、旅の途中で出会うわけですけど、そこから一緒に旅を続けようというふうにエサウが言うところですね。で、ヤコブは一族を連れて遠くの国から、故郷のエサウがいる場所へ帰るところです。でエサウは400人の自分のしもべたちを連れてヤコブを出迎えに来た。で、そして、ヤコブは、エサウが自分を滅ぼしに来たんじゃないか、殺しに来たんじゃないかと思ってたわけですけど、その後和解をしたというところ、が、創世記の33章のところに出てくるんですね。で、創世記が創世記の33章の続きで、その和解をした後に、一緒にエサウの故郷に帰りますので、エサウの故郷というかヤコブの故郷、エサウの住んでいる場所に帰りますので、その時の会話が少し記録されていますので、それをちょっと見てみたいと思います。エサウが、さあ旅を続けていこう、私はあなたのすぐ前に立っていこうと言うと、ヤコブは彼に言った。あなたもご存知のように子供たちは弱く、乳を飲ませている羊や牛は私が世話をしています。一日でもひどく追い立てるとこの群れは全部死んでしまいます。あなたはしもべよりずっと先に進んでいってください。私は私の前に行く家畜や子供たちの歩みに合わせてゆっくり旅を続け、あなたのところ、セイルへ参ります。ということで、今回思いやりイコールリーダーシップって書きましたけど、これ奥さんのこと特に触れてないんですけど、子供たちの弱さ、子供たちが弱いの弱さに触れてるわけですね。で、一日でもひどく追い立てるとこの群れは全部死んでしまいます。これ家畜のことも言ってると思うんですけど、で、私は私の前に行く家畜や子供たちの歩みに合わせてゆっくり旅を続け、あなたのところに聖霊へ参ります。これ弱い歩み、子供たちの弱さ、子供の歩みに合わせてゆっくり旅を続ける、歩みに合わせてゆっくり旅を続けるというふうに言ってるんですよね。これリーダーシップって前回もお話ししましたけど、旗振ることじゃないんですよね。群れの、子供たちの弱さを知ってるってことなんですよ。弱さを知っている。で、一日でもひどく追い立てたら死んでしまう。で、夫婦関係が悪い、夫婦関係が本当に難しい状況になっている夫の皆さんの特徴というのは、鈍感なんですよね。何に鈍感っていうと、
奥さんの弱さや、まあ、子供たちの弱さに、まあ、鈍感なんですよね。そしてマイペース、自分のペースで生活をしている。でもヤコブが言ったのは、子供の弱さ、歩みに合わせてゆっくりと旅を続ける。で、私たちは例えば病気したりするとすごく感じると思うんですけど、弱くなった時ってすごく繊細になるじゃないですか。で、その自分の繊細な傷つきやすい状態になると、思いやりが身に染みますよね。なんでしょう、鈍感じゃなくて敏感な人のこうケアっていうか、ね、この弱さ、自分の弱さに合わせてくれて、ゆっくり、まあ、優しく扱ってもらうと、すごく嬉しく感じますよね。で、聖書には妻が自分よりも弱い器だということをわきまえて生活を共にしなさいというふうに書かれてますね。これ弱さだから、夫と妻は妻の方が弱いということなんですよね。で、弱いっていうのは、もしかしたら夫よりも妻は健康かもしれないですし、痛みに強いとかね、いろんなことはあると思うんですけど、女性の方は肉体的な話ですけどね。でも弱いんですよね。で、その弱さに合わせてゆっくり、こういうケースもありますね。クライアントさんで、奥さんが疲れているのに体を鍛えないとダメだと、もっと体を鍛えないからそんなに疲れるんだとか弱いんだとかって言ってしまって、奥さんが傷ついてしまうという例があります。で、弱い人のが必要としているのは思いやりであり、いたわりなんですよね。で、このいたわりを必要としているところに、ガンってそのマイペースで行かれる、どんどん先に行ってしまう。例えば、まあね、一緒に旅をしていてもう疲れちゃって、もう足が痛くて進めない、でもどんどんマイペースで先に行ってしまわれたらどう思いますかね。取り残された、私のことなんかどうでもいいんだっていうふうに思いますよね。で、それを繰り返しているうちに信頼関係が損なわれて、まあ、取り返しのつかないところまで行ってしまうというケースが多くあるわけですね。ですので、まあ、これも本当に私自身もすごく考えさせられるというかね、自分自身も本当に悔い改めが必要だなというふうに思わされますけど、本当に夏江自身の辛さとかね、重荷、まあ、それは精神的なことでも肉体的なことでも、それを本当にいたわってあげられる、まあ、そういう夫でありたいなと思うんですね。で、それは鈍感でマイペースということ、これ未熟なんですよね、夫として未熟。本当に自分自身もそうだなと思わされますけど、で、未熟な人の一番の問題、まあ、私自身も自分未熟だと感じますけど、未熟だと自分を感じてない人の未熟さってあるんですよね。無知の知なんて言いますけど、自分には何も分かってないんだっていうことを知るっていうことが、まあ、まずは知識の、スタートだっていうふうに言ったりしますけど、自分は未熟なんだ、だけど、まあ、聖書には書かれてないイエス・キリストが教会を愛したよみたいなふうにありますけど、まあ、イエス様のように思いやりのある人、いたわりのある人になりたいということをこう
願ってね、やっぱそこを追い求めていくということが大切なわけですね。ですので、まあこのヤコブのね、本当に優しさというか、もともとそうじゃなかったんですよね、彼は。自分中心で鈍感でマイペースだったわけです。ですけれど、まあ、神様と出会って彼は作り変えられたっていう話を前にしましたけど、まあ、そのように心を変えてくださる神様がおられて、私たちは神様と出会う時に心を変えられるということがあるわけですけれど、まあ、本当にね、弱さをいたわれる人でありたいということを考えさせられるわけですね。まあ、私の尊敬する、まあ、教会 その影牧師がよくおっしゃるんですけど、まあ、牧師というのは、まあ、先頭に立って進む部分と、まあ、一番歩みの遅い人に合わせて歩むんだ、その両方が必要なんだということをおっしゃってますけど、まあ、本当にその通りだなと思いますよね。で、思いやるためには本当にその人のことを真剣に考えて祈っていく、まあ、必要があるわけですね。まあ、それは私自身が思わされることですけど、妻のためにまあ祈ること、そしてまあ子供たちのために祈ること、そういうことをしているうちに、まあ、彼らの痛みとかね、弱さとか苦しみにまあ寄り添うことができるようになってくるんじゃないかなと思います。はい、ということで、まあ、ヤコブの姿から思いやりイコールリーダーシップだということを、考えてみました。まだ、私の、この動画をご覧になっている方で、まだ私の、無料のメールマガジンに登録されていない方がいらっしゃいましたら、YouTube の説明文の一番上のところに、リンクがありますので、そこから、私のウェブサイトに行っていただいて申し込んでみてください。夫婦関係に役立つ動画を、毎日 E メールでお届けします。で、いらないなと思ったらいつでも解除できますのでご安心ください。それでは今日はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。